はい、今日はですね、私ホワイトベース二宮翔平が、ハーレー正規ディーラーハーレーダビッドソン東久留米店さんに失礼な質問をしに来ました。はい、失礼な質問をしに来るぞのコーナーなんですけど、そんなコーナーあったかな前回はすいません、はい、なんか北斗の拳の人みたいなんでしょみたいなサムネを作ってですね、かなり反響がありまして、はい、ありがとうございます。で今回の質問なんですけど、僕よく動画でも自分の動画でも言ってるんですけど、外車じゃないですか。で外車を買うとメンテナンスに困るじゃないか、例えば東京から大阪に外車取り寄せて、で、地元で面倒を見てもらおう、逆に大阪から個人売買でハーレー買いました、で、この辺で、面倒を見てもらおう、そういう時に持ってくと嫌な顔されるんじゃないかっていう、そもそも面倒を見てくんないんじゃないか、っていう心配って皆さんあると思うんですよ。正直どうですか？うん、うちのお店に関しては、はい、全然来てもらって、はい、もう来てくださいですけどね。こういうお店もあるんですよ、はい、断る理由はないですか、はい、ね、あんまり この温度差面白いですよね。そうですかね、多分いやだって個人売買で買ったバイクなんか持ち込んだら、こうやってこれどうせネットで買ったんでしょ、こんなのもうエンジン焼き付いてるよとか言われちゃいそうな気がするんですけど、まあメンテナンスですとか、はい、そういうのについてもね、うちの方でレンタル見させていただいても全然構わない、ね、だってみんなそういうお店もあるんですよ、はい、でも実際、はい、今僕が言ったようなリアクションを取る店も、ええ、ありました。ありましたかね、あったような気がする、あったんじゃないっていう、夢を見た、はい、そうですね、うん、でも本当実際国産でもそうですけど、はいはい、本当にそういうその持ち込みなんでもダメっていうところは あることはあります、あることはある。でもこれは別に会社だから国産だからってなくて、でも確かにもう10年以上前はね、自分のところで買ったやつじゃないとダメっていうその海外メーカーって今より多かった気がするんですよね。でも最近はもう本当にそういうとこって減ってて多分潰れたんでしょうね、そういう商売してるところって、ね、だから結局良心的にやってるところの方が残ってる印象があるんですけど、ハーレー業界はどうですか、言えないんですか。まあその店その店のやり方があるのでちょっとわからないですよ。私も他の店行ったことないので、はい、持ち込んだことないのでちょっとわからな、はい、ここしかわからないです結構東久留米さんって他店からの持ち込み多いらしいんですよね。他店で買ったけども、だから、こっち来ましたっていう人って聞いた。でも先ほど井上さん言われたように、はい、やっぱりこっちに引っ越してきたんです、はい、ですとか、たまたま近くにディーラーさんあったんで持ってきましたっていう方結構いらっしゃるんですね。であとはさっき言ったように YouTube ね、はい、見てこういうカスタムしたいんでできますかとかで来られたりとか、できますよって言って、これぐらいの値段ですよって、じゃあお願いしますっていうパターン結構あるんで。なるほど、じゃあ引っ越してきても安心ってことですね。そうですね、はい、そういうパターン結構ありますね。あ、それはもうじゃあ東京にバイク持って引っ越してきてくれる人、あと東京とあとここ東久留米なんで埼玉の一部ですね、の方はもう東久留米店さんに決定ですね。ありがとうございます、はい、これはもうそういうことですよ、うん、はい、東京にハーレー持って引っ越してくるならハーレーダビッドソン東久留米、もう任せてください、任せてください、はい、ということです、はい。なんかもっとこういろんな話が飛び出すかと思ったんですけども、ええ、全然普通に大丈夫っていうことで話が終わりそうです。はい、はい、すいません、話が終わりました、はい、というわけで僕も自分 の買い取ったですね、XR1200、はい、あれを今度持ってこようと思います。はい、ぜひ、まあ、全然壊れてるところなんもないんですけどじゃあオイル交換してもらいます。おお、はい、ぜひぜひ、お願いします、はい、ありがとうございます。今持ってるんですか。あ、はい、先日も、はい、洗ったり乗ったり磨いたりしてましたけど、見させていただきました、はい、ありがとうございます、お世話になっております、はい、皆
皆さんから聞きづらい質問を引き続き募集しているぞ。どんな聞きづらいことでも伊藤さんがちょっと多少困りながら笑顔で、当たり障りない回答をしてくれます。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、毎回ありがとうございます。